はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ルサオと申します。前回私はですね、このナインメンズモリスというゲームをやったんですけど、このね、この中で弾を遊ぶゲームの強いをやったわけ。飛ばすわ。そう、この強いをさ、ずっとやったわけ、昨日あの撮影後に。そしたらさ、まあ強いの全然なんかね、強いから進まなかった。いやー、ということでね、今回からまた別のゲームをちょっと実況していこうと思います。そうだな、コネクト4やったから、ヒット&ブローって何？ヒット&ブロー、何これ、どういうこと？何してるの？隠されたピンの色を当てる推理ゲーム。あー、面白そう。ここどこ？あ、はい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 。茶色のヒットピンは色も場所も当たり、あ、色も場所も当たり。白いブローピンは色だけが当たってるって証拠なんだ。じゃあ今色は全部正解で場所が2つ違うってことね。そういうこと。赤は決まりとして、まあそうだな、これでどうだ。おお、ってことは、え、何か変わったの？じゃあこれならどうだ。赤は一緒で、あ、ちょっと難しいね。え、ってことは、 あれおかしいな。もうじれったいな、私にやらせてよ。うぜえな。このままにして、青は下の2つのどっちかだからこっちかな。で、さっきと変えたいから紫と白を入れ替えて、ほほほほ、こういうことでしょ。なるほどね。あ、理解したわ、理解した理解した、ルサをちゃんと理解したわ。なるほど、え、ちょっと難しいなこれ。もう一回。悔しがってる。これがヒット&ブロー。オッケー、ちょっとじゃあ早速やってみるか。え、これってただ多分さっきのやり口から言うと無難に、あ、4色でも、ラウチした方がいいのか。最初、あ、違うよ。違うよ。ちょっと待って、なんか選択うまくできないよ。適当に4色を、違う、あ、間違えた。ちょっと待って、間違えた。待って、何かが当たってんだな、じゃあ。ってことを考えると、青、赤、この辺、この辺、行ってみる？これどう？おお。ゼロヒット、スリーブロー。ってことは、これが青だ。これが青で確定で。で、スリーヒット。って考えると、赤と緑はあった。赤と緑は、赤と緑は、ちょっと待って、これ赤変えろ。これ緑かな。で、赤はある。赤はあるってことだろ？で、これも可能性高いってことじゃない？じゃあ。そういうことだよね。こっちかこっちか。これどう？これどう？おう！ってことはだよ？ってことは考えてみろ？これは絶対青。これは絶対青。これは絶対青で、あとなんだ？可能性として考えられるのは。色をまず揃えたいじゃん。色を揃えたいってことは、これ青で、これ青で、赤はあんのかこれ。赤はあるってことでいいの？赤はないのか、じゃあ逆に。赤ない説あるぞ。赤なしで、これ、黄色は？黄色はない？黄色ある？そんなことない？黄色わかんないね。これだったら？
え？ちょっと待って、え？ちょっと待って、赤ピンがなくなったじゃん、赤ピンムックがなくなったじゃん。え？え、なんか矛盾してない？あ、そういうことか。さっきのこのピンク、白が合ってたんだ、どっちかが、たまたま。え？ちょっと待って、俺バカがバレない？これ大丈夫？これは、あ、違う、これが、もうやべ、ちょっと難しいじゃん。ね、ちょっと待てよ。え？何が合ってたんだ、まず。合ってたものの共通がこれで、どれかが合ってる。どれかが合ってるってことだろ？これだったら？ゼロヒット、スリーブロー。なるほどね。って考えると、青、赤、黄色。色の羅列はこれだ、じゃあ。え？ワンヒット、ワンブロー。わかったぞ。じゃあ、つまり、黄緑はこれ、これ黄緑だ。絶対黄緑だ。これ黄緑だろ？で、何があったんだ、じゃあ。青はあんのか？青はある気がするぞ。青はあんのか？青2番目か。違う、青2番目だ。青2番目なんだ。これで青が2番目。青2番目。で、これが多分なんだけど、これ、白なんじゃないか？どう？で、一番上が赤な気がする。どう？色の通りのパターンがでも見つかんないもんね。何かが違う。次ででも決めなきゃいけないもんね。これでちょっと、ん？スリーヒット、ゼロブロー。くそ、これ賭けだな。まず確定なのは、黄緑だろ？確定なのは黄緑。で、多分だけど、白も確定なんだよね、きっと。白も確定だよね。これ、白もきっと確定。白も確定。で、青かな。え？地味にむずいぞ、このゲーム。多分、ポイントは3と、いや、待てよ。ポイントはどれだ？ポイントはどれなんだ？ポイントで言うところは、やっぱり、考えるってなると、6と7と3かな？ 6 と7と3だな。てっきり赤が当たりだと思ってたか、赤が当たりじゃないのか。そうか、赤は当たりなのか。でも、色は6色で、待って、地味に分かんない。え、ちょっと待てよ。青、赤ではなく、青、赤。順番が違った。黄緑は必ずある。青も絶対ある。黄緑も青も絶対ある。白とピンクか？白とピンク。え、これこの状態でさ、色が一色わかんないってやばくね？ピンクか？これは三つ合ってんのかっていうか。なんか間違ってる気がすんな。あーヒット、え、悔しい、悔しい。もう一回言っていい？もう一回言っていい？なんか。なるほど。これはまず無難なところだよ。全部青にして、いや、全部青危険だ。全部青危険だから、この辺を、黄色とかにしとく？
だから多分二色かぶりなんだよな、きっと。ワンヒット、ワンブロー。なるほど。って考えるなら、青、青、こうだな。これで、黄色、ピンク、この辺で導き出す。この辺で導き出そうか。ワンヒット、ワンブロー。なるほど。これじゃああれか？青、黄、青、あ、違う、これ黄色だ。これ黄色、きっと黄色。黄色、で、ここが青か。これどう？違う、ちょっと待ってね。バグってる、バグってる、バグってる。これ、これが、これが赤とか？これどう？強っ！ワンヒット、ツーブロー。ワンヒット、ツーブロー入る。あ、青木か。青木の、多分赤も入ってる。ピンク。ツーヒット、ワンブロー。来たね。ってことは、青、黄、赤の、待てよ。青はずっと入ってんだよね、多分。青の判定がずっと入ってる。色がないのか。これどう？ツーヒット、ツーブロー。強っ！ってことはもうこれ確定じゃん。青、黄、緑、赤、もっても、そうだよ。これで間違っても次の段出せるよ。正解だろ。よし！クリア。最初の1回目の失敗、なんで間違えたのか、ちょっと、いろいろ突っ込みてえな。一発で当てる確率。同色なしだと360分の1。ありだと1296分の1。ああ、そうだよね。はい。ということで、完全攻略ですね。ヒット&ブロー完全攻略です。へえ、面白。そして、次やるゲームは何にしようかな。五目並べとかも楽しそうだけどな。ルド。あ、やっぱでもリバーシとかいくか。無難にね。これ知ってる。当たり前だよ。相手のコマを挟んでひっくり返すゲームだよね。うん、日本人だったら 99% 知ってんじゃないか。ダダって負けちゃうんだよね。あ、そうそう、意外とね、最後の方で、ね、取れるんだよ。隅っこを取られちゃうからじゃない？隅っこ？え、知らないの？こうやって隅っこを取れば大逆転できる。ボコボコにしてんな。よし、隅っこ取るぞ。かわいい。これがあります。分かったよ。よし、やるか。プレイしようぜ。相手普通か。俺だったら割とね、強いぐらいでもいいんだけどな。よし、やってっか。俺は何色だ？白か？早っ。え、強いな。ここはダメで、ここか。お前地味強だな。お前なんだ、地味強じゃねえか。ちょっと待て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 。あー、ここは強いね。ここ強いよ。あ、ちょっと待って、積んでる？大丈夫？これ積んでない？そこ白取られちゃうとまずいよね。そこ白取られちゃうとまずいから、ここだな。ちょっと待って、このリバーシ本当に普通か？普通にまあまあいい勝負してるぞ。あ、これは逃げた方がいいな。一旦逃げだな。で、ここは入るから取れる。はぁ？なんだその手は。その手はなんだ。ここもまずい。
オッケー、ここだったら、あ、これもダメか。え、強っ。ちょっと待って、ここ黒取りすんなまずい。いや、無難にここか。うん、強いな。ここだな。あ、で、ここはいいや、角キープして。あ、やばい勝負になってきた。ここ取れる。お、パス。よしよし、こっからが俺のターンだ。こっからが俺のターンだぞ、バカめ。取れるんだな。ここは片方取ると行かれちゃうから、気持ちはこの辺を維持していたい。気持ちはこの辺を維持していたい。よし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 、いいぞいいぞいいぞ。この段階の角取りはでかい。ここは取らせない。パスだよね。で、ここはもう取る取る。いや、もうダメダメ、もうもう俺ずっとお前に絶対取らせないから。よし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 。で、ここは大丈夫、ここ取っても平気で、そこ置くとここに取れちゃうからダメ。はいはいはい、俺の勝ち。よし、オッケー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 。まずは勝てループ、まずは勝てループだぞ。オッケーオッケー。まあ、ただな、リバーシは結構早い勝負ってのもあるしな。英語のリバーシ、逆さまにするに由来する、知ってる。強いだな、強いだ。あ、なに、地球儀のあるマイフィギュアから設定してみましょう。あ、ちょっとじゃあ後で設定しに行きます。で、強いくか。まあね、強いぐらいが多分俺ちょうどいいからね、全然。よし、行くか。俺はまた黒か。オッケー。地味にうまいと取ってくんだよな。あ、ここはいいや、ここ取れるか。で、あ、いいな、ここでいい、ここでいい。あれ、あ、ここじゃない、ここか。俺のターンだな、これ。これいけるわ。で、まずここ、無難にここ取る。ここトリープ。そこダメだよね。そこダメだから、あ、まあ、取らせちゃうか。取らせちゃうのもありだな。取らせちゃうのもあり。ここまだ置けねえの？あ、これやばいな。ちょっと待ってね。こうか。そこ上げるわ。あえて上げる。あえて上げる。やばいな、危険な勝負になってきたな。やばいな、危険なレースになってきてる。ちょっと待って、落ち着け。危険なレースにするのはまずい。ここは取っていいか。ここは取って大丈夫か。で、ここは取って平気で。あー、なんかいい勝負だな。ちょっと待って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 、ここ取っても相手は白をそこに置けるか。置ける、置けるね。置けるから、ここか。ここだな、ここだな。あ、角いつの間にか取られた。どうしようかな。これやばいな、危険な出来レースになってきてる。あって、これ負けるかもしれない、マジで。それはちょっと微妙だな。置いとこうか。やばいな、危険な出来レースになってきた。どうしよう。あ、やばいぞ、これ負けるかもしれない、マジで。ちょっと待てよ。ここで取らせていただいて、ここで取ってもな、やば、どうしよう。
ここ置いたら負ける。ここ置く、ここ置かせて、くそ、やべえ、負けたかもしんない。普通に負けたな、これ。危険な出来レースになっちまった。くそ、あーもう嫌ね、それ。これは乾杯ですわ。これは乾杯。いや、これ待って、普通に強いやつのレベルが強いじゃねえな。あーそうだよね、2539か。くそ、勝つまでやろう、勝つまでやろう。よし、次は負けね。ちょっと待って、これは違う、これは違う、落ち着け、これは違う、ここだ、これは違う、ここか。まあ白一つ犠牲か、白一つ犠牲か。それはそこ置かないんか、意外と。ここか。よし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 、あぶねえ。やっと勝てたわ。あぶねえ、あぶねえ。くそ、強いじゃん。実況してねえよ、なんなら。昔は赤と黒の2色だったらしい。よし。やっと勝ったわ。ということで、ちょっとあまりにもリバーシに時間を使いすぎてしまった。ここまでだ、今日は。皆さん、次の動画でお会いしましょう。グッバイ。